妻を殺害した罪に問われている元議の裁判員裁判判員です今日は検察側が被告が物取りに見せる偽装工作をしたと主張する物的証拠、ペンチをめぐって争われました丸山大輔被告は2021年塩尻市にある酒造会社の事務所兼自宅で妻を殺害した罪に問われています。 初公判では、起訴内容を否認しています。昨日と今日の裁判では、遺体の近くで発見されたペンチをめぐって、検察側の証人尋問が行われました。検察側は、ペンチのありかを知っていた丸山被告が、物取り犯の犯行に見せる偽装工作として置いたという主張をしています。今日、法廷に立った酒造会社の従業員は、 検察側の質問に対し事件の2ヶ月前の掃除でペンチを酒蔵で見つけ瓶詰め工場の入り口の箱に入れたことを証言一方丸山被告にペンチの場所を報告したか弁護側に問われるとしていないと答えましたペンチについてはきのうも審理が進められ別の従業員が瓶詰め工場に保管していたものに似ていた などと証言した一方弁護側からペンチの同一性を問われるとはっきりと同じとは言い切れないと答えています明日はペンチの行方を含む現場の状況全般について論告と弁論が行われます